アモルゴス島は、エーゲ海のキクラデス諸島に属するギリシャ領の島。キクラデス諸島の中では最も東に位置しており、ドデカネス諸島に最も近い島である。ナクソス島の東南約 30km、アスティパレア島の西北約 40km、サントリーニ島の北東約 50km に位置している。島の中心集落であるアモルゴスは、 ナクソスから東南へ約5 6トル、エルムポリから東南へ約1 0 8トルの距離にある。島の形状は東西に長く、周辺にはニクリーや島などの付属島がある。島には主要な港が2つあり、いずれも西海岸に位置する。東西に長い島の中央部、カタポラ湾に位置するのがカタポラの港で、北東部に位置するのが エギアリの港である。島の集落の多くは内陸部の山上に鳥出として築かれている。島の中心集落であるアモルゴスはカタポラの東、標高300メートルほどの山上に位置している。島の南西部にはアルケシーニ、ブルツィスの集落がいずれも山上の鳥出としてある。島の北東部のエギアリ港の背後の山上にトラリアや オルモスの集落がある。島内のアルケシーニ、ミノア、アイガリの三都市は、ステファノス・ビザンティオスによって名付けられた。アイガリは、島の北東部、トラリアやストルボスの近くに位置し、市外からでも村が、見える。ミノアは、島の北中部、カタポラやアルケシーニの近くに位置する。アルケシーニのアクロポリス古墳などの発掘調査で、 紀元前3200年から2000年に栄えた、キクラデス文明の初期の遺物が発掘されたため、島には、戦死時代が存在していたことがわかっている。その後、古代ヨニア人が、ミレトス、ハリカルナッソス、エフェソスなどからこの島を通って、キクラデス諸島やギリシャ本土に渡ったため、島はそれらの都市の影響を受けた。自主憲法を制定し、 イオニアと同一の貨幣を導入し、アルケシーニ市街の外壁には装飾が施された。また、今でも古代の塔が島中に散在し、古墳、石器、石碑、亀などの出土品は、島の映画を物語っている。古代、島は、イペリア、パタグイ、パガリ、プシチア、カルキシアなどとも呼ばれた。島の港は、ギリシャ神話のアプロディーテにちなみアスピスコート、 名付けられた。また、古代から、島は、ミノア文明と思わしき、クレタ島勢力に支配されていた。詩人アモルゴスのセモニデスによると、紀元前630年頃には、サモスの俗領になった。その後、アモルゴン、アムルゴン、アモルガン、アムルガンと徐々に透明が変わった。1953年7月9日に M7.5 の大地震が発生し、 53人が死亡した。キクラデス諸島におけるアモルゴス市アモルゴス市は南エーゲ地方ナクソス県に属する基礎自治体である。アモルゴス島全域と付属の当初を管轄する。カリクラティス改革以前、アモルゴス市は広域自治体であったキクラデス県に属していたが、改革に伴ってキクラデス県が廃止され、新たに置かれた行政区である。 ナクソス県の管轄となった。カリクラティス改革では、自治体の大規模な統廃合が行われたが、アモルゴス市については、他の自治体との合併は行われていない。表中の、デルタ。デルタ。はデルタイタミュータウヨタカッパデルタイオタアルファミューローイオタシグマミューアルファの略であり、カポディストリアス改革による、統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。 内は人口を示す。リュック・ベッソン監督の映画、グラン・ブルーのロケが行われた。ホラの北東にある、パナギやコゾビオティッサ修道院は崖に寄り添うようにして建てられている。ありがとうございます。